今日は近鉄の青荷吉に乗車しに京都駅にやってきました。京都駅のペンギンさんがお迎えしてくれました。京都駅の構内は天井がとても高く美しい駅です。乗車する前に京都駅ビル10階のラーメン工事にある東大ラーメンに行きました。美味しそうなラーメンの予感がします。すごく美味しくてペロリと完食です。お腹も膨らんだことだし、青荷吉に乗車しに近鉄京都駅に向かいましょう。今度は鹿さんがお迎えしてくれました。改札を通りましょう。京都駅を出て奈良駅、大阪難波駅といったルートです。青荷吉が入線してきました。清掃員、乗務員がお辞儀でお迎えしていました。濃い紫のボディに、前面には立派なエンブレム、側面には花模様が大きく描かれ、豪華な雰囲気が素敵です。第5便、京都駅着が14時45分、乗客を降ろし、清掃し、私たちが乗車できるのは15時10分です。15時10分、扉が開き、さあ、乗車しましょう。ワインレッドのカーペットに、若草色の大きな背もたれがついた椅子が置かれ、とても豪華な車内です。2号車のサロンシート、こちらも豪華ですね。半個室で、廊下の屋根のデザインも素敵ですね。3号車にある多目的トイレです。車椅子の方には、これぐらいの広さがないと使用できないので、さすが近鉄さんです。列車の旅の始まりです。列車はゆっくりと近鉄京都駅を出発です。テーブルには正倉院宝物をイメージした明かりが素敵です。右奥には東寺の五重の塔が少し見えます。どんな旅になるのか楽しみです。京都で有名な鴨川を渡り、列車は奈良駅を目指します。4号車にはソファーシートに座ってゆっくりと書籍を自由に閲覧できるライブラリーがあります。2号車にある販売カウンターに来ました。メニューを見てみましょう。どれを買おうか悩んでしまいました。大仏プリンと奈良の生搾りみかんジュースを買ってきました。記念乗車証はカウンターに置いてあるので自由に持って帰れます。テーブルの下にはコンセントがついています。大きな窓がまるで絵画の額縁かと思わせるいい景色でした。天井の装飾は歴史、文化を感じることができる模様。座席は座った人を包み込むようなシートでした。奈良の世界遺産、平城京の大獄門が見えています。まもなく奈良駅です。近鉄の奈良駅は地下にあるホームです。京都から奈良は35分と短い距離なので、青荷吉に乗車するのであれば、京都から大阪まで乗車するのがおすすめです。奈良駅を出発し、再度、
平城京です。大獄門とは反対側にある朱雀門が見えています。京都から奈良に来る際に泊まった大和西大寺駅です。先ほどは奈良線でしたが、大阪に向かう難波線に入ります。西大寺駅は線路だらけ、ポイントだらけのすごいところです。生駒駅、トンネル、石切駅を越えると大阪平野が一望できる素晴らしい景色が見えてきます。窓と景色の角度を見ればすごい下り坂だとわかると思います。大都会、大阪のビル群がいっぱい見えますね。あっという間に鶴橋駅に到着です。あと少しで終着駅の大阪難波駅です。もう旅も終わりと思うと寂しいです。終着駅の大阪難波駅です。1時間ほどの短い列車の旅でしたが、もっとゆっくりしていたいと思わせてくれる座席と空間でした。皆さんもよかったら青三好に乗車してみてくださいね。ありがとう青三好、また乗車しに来ますね。難波駅を出ましょう。道頓堀に来てみました。ガニ道楽のガニさんがお迎えです。グリコさん、タコさんもお迎えしてくれました。法善寺横丁の水かけ不動にお線香をあげ手を合わせてきました。ご視聴ありがとうございました。